村本博之は、日本のカメラマン。ロイター通信日本支社所属。2010年4月10日、太陽国で、かつて同国の首相を務めたタクシンチナワットを支持する、反独裁民主戦線のデモ活動を取材中、ドと、治安部隊との衝突に巻き込まれ銃撃を受けて、死亡したと報じられた。東京都出身。1988年に、 テンプル大学ジャパンキャンパスを卒業し、オーストラリア放送協会などを経て1995年にロイター入社、日本支局でカメラマンとして活動する。2010年4月8日、タイの反政府デモを取材するため日本を立ち、現地取材を行っていたが10日に発生した土と治安部隊の衝突で銃撃を受け死亡した。警視庁組織犯罪対策2課が行った、 司法解剖により死因は貫通した銃弾が心臓近くの大動脈や差配を損傷したことによる失血死と断定された。4月14日、大軍の報道官は治安部隊が暴動鎮圧のために実弾をデモ隊に向けて水平発射していた事実を認めたが武装したテロリストがデモ隊に紛れ込み治安部隊に銃撃戦を仕掛けてきたため、 自衛手段としてやむなく発砲したと主張している。2012年3月、大政府はこの騒乱で死傷した市民らへの賠償金を閣議決定した。村本もこの対象に含まれ、遺族に賠償金が支払われる予定である。ありがとうございます。